今回はアメリカのシューズブランドキーンの2023年春夏に新登場したユニークアストリアをご紹介。キーンの夏の大人気商品ユニークに肉厚でヒールのあるソールを組み合わせることで、今までのユニークと比べより女性らしさを演出するアイテム。当店ではユニークシリーズの中で今最も注目され売れているアイテムとなっています。ユニークについてはこちらの動画にて詳しく紹介しているので、気になった方はぜひご覧ください。上野のアウトドアショップフィット2。ユニークシリーズ一番の特徴がこの特徴的な見た目の2本のコードで作られたアッパー。サンダルのようであり、スニーカーでもあるような見た目をしています。裸足で履くのはもちろんのこと、靴下と合わせることで様々なコーディネートを楽しむこともできます。この2本のコードはその人それぞれの足の形、動きに合わせて変形してくれるため、サンダルでありながら足全体にしっかりとフィット。それだけでなく通気性も兼ね備えています。キーンならではのこちらのバンジーシューレースもついています。こちらのストッパーを押しながら紐を引っ張ることで簡単にフィット感の調節をすることができます。普段履くときやリラックスして散歩したいときは緩めに、スポーツや川遊びなどのアクティビティをするときは少しきつめになど、その時の場面に合わせた調節が可能なのも魅力の一つです。ユニークならではのアッパーのフィット感だけでなく、このモデルでは女性の足に合うような女性専用の木型を使用しているため、より優れたフィット感を実現しています。裏地には通常のユニークとは異なり速乾性のあるものを使用。ユニークと比べても乾きやすい仕様に。水の中で遊んで濡れた際にすぐに乾いてくれるだけでなく、汗をかいても快適性を保ってくれます。ソールはユニークと比べると厚底でより女性らしい見た目に。もちろん見た目の良さだけでなく機能性もしっかりと備えています。ミッドソールと呼ばれるソールの中間部分、靴に直接かかる衝撃を吸収するのに重要となる部分には、女性に合わせ軽量で劣化しにくい圧縮成形された EVA というものを素材に採用。通常のユニークではソールが薄く少し硬いという印象でしたが、こちらはこの分厚いソールが歩行時の衝撃を抑え、クッション性を向上させています。ただ柔らかいだけだと安定性に欠けるため、内部にはシャンクというプレートを搭載。これにより歩行時のねじれを防止してくれ、サポート性を高めてくれています。アウトソールにもキーンならではのこだわりが。靴の前部分にレーザーサイピングという細かい切れ込み加工を施してあります。この切れ込みのおかげで濡れた路面でもしっかりとグリップしてくれ、最大限の防滑性を発揮。また塗料を使用していないノンマーキング仕様、踏み跡を残さず耐摩耗性とグリップ力に優れています。実際に履いてみるとユニークとはクッション性が段違いでした。またかかと部に少しクッションが入っているため、素足で履いても足当たりが良かったです。サイズ感は通常のユニークでも少し小さめな作りですが、それよりも小さく感じたため大きめのサイズを購入するのをおすすめします。いかがだったでしょうか。ユニークをより厚底にし、ヒールを高くしたより女性らしいアイテム。ユニークシリーズでありながらユニークとはまた違ったコーディネートが楽しめると思います。見た目の良さだけでなく機能性も備えているので、街歩きや川遊びなど様々な場面で大活躍。店頭およびオンラインストアにて販売しているので、ぜひチェックしてみてください。何か質問等あればお気軽にコメントしてください。当店ではメレリやキーン、ノースフェイスやミステリーランチといった様々なアウトドアブランドを取り揃えております。商品紹介や新商品の入荷情報などを発信していくので、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。